田坂監督体制2年目の大分、一昨シーズン15位、昨シーズン12位から躍進、全員攻撃全員守備で6位からの昇格を目指します。4位6位、そして今季の5位、3シーズン J2 に居座った千葉はプレーオフの導入でチャンスが回ってきました。目下4連勝中、その勢いで J1 復帰を狙います。くしくも共に2009年 J2 降格となった両チーム、ナビスコカップ優勝というクラブ史上最高の思い出があるこの国立で J1 昇格をかけて相対します。日本一残酷な歓喜の一戦です。2012 J リーグディビジョン1昇格プレーオフはいよいよ決勝戦です。大分トリニータ対ジェフユナイテッド千葉の対戦となりました。舞台は東京都新宿区に位置する日本サッカーの聖地、国立競技場です。天候は曇り、ただ時折雨がぱらつきます。気温は 10.3 度、そして湿度は 73% という情報です。それでは放送席をご紹介しましょう。解説ダブル解説です。野々村芳和さんと七海博さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。野々村さん、はい、今までになかったこのレギュレーション決勝戦、どのようなゲームになるか楽しみですね。そうですね、選手の気持ちを考えると、まあ、いいテンションでいいプレーが、まあ、出してくれるといいなとは思いますけど、はい、まあ、いずれにせよ最後まで力を出し切るようないいゲームになってほしいなというのが一番の思いですね。まあ、七海さん、準決勝も非常に、はい、両スタジアム盛り上がりましたけれども、はい、決勝は国立ですからね。そうですね、まあ、この聖地国立でしかも独特な雰囲気、はい、まあ、飲まれるか、それとも、ね、最初から勢いよくいくか、その辺がこう見どころでしょうね。まあ、そのあたりこの雰囲気の中どのように両チーム入れるんでしょうか。それでは改めて J2 のシーズンの順位表をおさらいしておきます。甲府が優勝、そして湘南が逆転で自動昇格になりました。3位の京都から6位の大分までがプレーオフということになりましたけれども、七海さん、去年のレギュレーションならば京都は上がってたんですね。そうですね、やっぱり最終節の、まあ、甲府戦がね、まあ、ポイントだと思うんですけど、勝ってれば自動昇格だったんでね、まあ、ちょっと悔しいでしょうけどね。まあ、そして野村さん、勝ち上がってきたのが5位の千葉、6位の大分になりましたからね。まあ、この辺は勝ちで見ても分かる通り、そんなにやっぱ力の差はないし、うん、シーズンの終盤でうまくいき始めたチームがその勢いを持って、まあ、初戦圧勝ということに、まあ、なりましたよね。はい、さあ、それでは改めてそのプレーオフの準決勝2試合 VTR でご覧いただきます。まずは、京都サンガ FC のホームで大分トリニータ、まあ、立ち上がりちょっと硬かったと田崎監督言っていたんですが、七海さん、はい、これ直接入ったんですね。そうですね、まあ、フリーキッカーとしてね、まさか森島が蹴るなんてね思ってもらえなかったでしょうね。まあ、練習で前日やった通りになったというふうに話をしていましたが、これで勢いに乗ったか、まあ、森島はこの日野々村さん結局4得点ということになりました。いや、まあ、なかなか信じられないことですよ、うん、ただこう乗ったら爆発力のある選手だなというのを改めて感じましたね。はい、まあ、結局順位が低い大分が大量4得点、それも森島はこれまでプロでハットトリックもなかったというところですが、4得点、これで勝ち上がりました。そして横浜 FC のホーム三沢での対戦でした。ジェフユナイテッド千葉、こちらもこの先制点藤田でしたが、野村さん、これ大きかったですね。大きかったですね。やっぱりどっちが先に取るか、だいぶ試合の内容も変わってきますから、うん、ジブは、まあ、結果圧倒でしたけど、はい、そのゲームの内容自体はそんなに圧倒するようなゲームでもなかったのに、うん、こんな差つけられたというのがやっぱ強さですね。あ、まあ、そのあたり名古屋さん、ジェフには強さ感じますか。まあ、そうですし、まあ、ホームチームが結局先に取られたんで、はい、前がかりになったところをっていうね、うん、その2点目3点目あたりはそうですよね、お互いに、はい、まあ、その辺がちょっとホームチーム、この FC とそれから京都としては残念だったなと思いますけどね。うん、まあ、ジェフの木山監督は完璧な内容だったというふうに振り返りましたけれども、改めてこの J1 の昇格プレーオフ準決勝からということになりますが、いずれも順位が低いチームが勝ち上がりました。レギュレーションでは上の順位のチームは引き分けでも OK ということなんですが、これがどう左右してくるのか、まあ、この決勝戦もジェフは引き分け以上で OK ということになります。まあ、そしてこちらがここのところの戦績ということになりますが、七海さんは大分どのようにご覧になってますか。やっぱり守備が非常に充実してきたなと、うん、まあ、春先から、ね、システムの変更、それから人の整理とね、はい、まあ、いろいろこう手探りでやっていく中で、うん、まあ、この終盤にこう結果が出てね、はい、順位もポンポンと上がってきてという中でね、非常にこういい、
チーム力だなと思いますよね、今のところ。ここ4試合無失点です。そしてジェフのホーム、ここ4試合無失点。そしてジェフは、野村さん、4連勝です。はい、もうスコア見ての通りですね。山形戦で何か吹っ切れて、はい、その後は本当は完勝、安定して勝ててますから、うん、そうですね。こちらも4試合、無失点、そして複数得点を続けているということになります。さあ、それでは大分からスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧いただきます。ゴールキーパーは丹野です。ディフェンスライン3枚、時田と、そして坂田、さらには安川です。ウィングバック右に三平、左にチェジョンハンです。そして中盤はそこにキャプテンの宮澤、その前に丸谷と今日は村井が入ります。そして前線には森島と木島というメンバーになります。真波さん、長吉がこれ怪我で戦列離れまして、はい、村井先発になりましたね。はい、まあ、ベテラン村井なんで、まあ、この国立の舞台にも慣れてますからね、なんかやってくる、そんな、ね、期待感ありますよね。32歳の村井が今日は先発です。元ジェフだしね。そうですね、はい、フルス対戦でもあります。そしてジェフのスターティングメンバーです。ゴールキーパー岡本です。ディフェンスライン右から高橋、竹内、山口、さらには渡辺です。そして中盤そこ2枚で佐藤優斗と佐藤健太郎、右が米倉、左が矢沢、そしてトップ下が強度、前線には藤田というメンバーになります。こちらプレーオフの準決勝と同じメンバーということになります。さあ、それではピッチサイドを呼んでみたいと思います。今日は両チームサイドからピッチレポーター来てくれています。まずは大分サイドです。鳴尾佳代さんです。鳴尾さん、よろしくお願いします。はい、両チームサポーター本当に、ね、いい雰囲気を作ってくれています。今日は大分からバス、車、飛行機、あらゆる交通手段を使っておよそ1万人ものサポーターが乗り込んでいます。チームのこれまでの道のりは決して平坦なものではありませんでした。特に今年は県民サポーターの支援で選手たちはこのピッチに立つことができています。結果を出して多くの皆さんに恩返しをしたいと選手たちは強い気持ちで戦います。そして今日はベンチ外の選手全員も帯同しています。過去国立では負けていない、この弦のいい国立で J1 への切符を掴んで帰りたいと思っています。以上です。大分サイドは鳴尾さんです。さあ、そして一方のジェフユナイテッド千葉サイド、佐藤沙耶香さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国立競技場アウェー席、見事に黄色に染まっています。実は選手のユニフォームも本来ならば大分との対戦の時は白を着用することになっていましたが、ここはチームカラーの黄色を着させてほしいとクラブ側の希望によりそれが認められました。ジェフカラー、黄色を身にまとった選手、そしてサポーターが心を一つにここ国立で戦います。キャプテンの言葉を借りればリーグ戦5位で終わったチームは一度死んだみ、しかし終盤からの勢い、今季最高ともいえるパフォーマンスを見せつけ見事に生き返りました。何としても J1 への扉をこじ開けてくれると思います。よろしくお願いします。キャプテン佐藤優斗の笑顔も見られました。まあ、我々は3年間待ったのだ、で J1 昇格成就のためにというふうなこのゲートフラッグも掲げられています。両チームサポーターの思いがどちらが強く選手に届くんでしょうか。まあ、大分は借入金関西、まあ、それはまあ全てこのサポーターであったり、そして行政であったり大きな人の支えがありました。さあ、両チームの選手がこれからピッチへと登場していきます。今シーズンの両チームの勝敗対戦成績は1勝1敗です。まあ、そういったことはこの決勝関係がないのかもしれませんけれども、両チームのサポーターが歌声を上げる中、ベンチコートを身にまとって両チームの選手がピッチに登場してきました。カメラ向かって左、ジェフの選手、そして右がトリニータの選手です。ゆっくりと歩を進めていきます。これまでこの昇格プレーオフ日本では経験がありません。初めてこの戦う決勝戦、両チームです。なお今季は最初の対戦は 0-2 で千葉が勝ちました。2回目の対戦は1-2、大分森島の2得点で逆転という形になっていました。さあ、そして決勝戦というところでキャプテンによって選手の紹介が今行われています。エスコートをしているのは佐藤優斗、そして高円宮妃殿下、さらには第2この J リーグ、失礼、日本サッカー協会会長、さらに大東 J リーグチェアマン、この3人が両キャプテンの紹介で選手と握手を交わしていきます。まあ、野村さん、これ決勝ならではの風景ですね。そうですね、まあ、早くやりたいと思っている選手ばっかりだと思いますけど、でこのゲームで緊張しないでやるのはまあ無理だと思うんですよね。はい、どちらのチームがその緊張とまあうまく付き
き合えたかどうか、特に序盤はそのあたりがかなり大きなポイントになるんじゃないですかね。まあ、七海さんも序盤にこの、お話がありましたけれども、まあ、この空気の中どう選手が戦ってくれるか、はい、まあ、野々村さんおっしゃったようにその雰囲気に飲まれないこと大事ですし、あとはこの雨上がりのねピッチの、ね、状況とか、まあ、そういった確認作業っていうのも、うん、立ち上がり5分10分でやらなきゃいけない、はい、それから、まあ、引き分けでも OK のね千葉としては、はい、大分の出方っていうのもね最初にこう見極めなきゃいけない、うん、まあ、やることはねリーグ戦よりもしかしたら多いかもしれないですよね。なるほど、考えなきゃいけないことが結構たくさんあるんですよね、うん、でまあ、それはスコアによっても変わってくるし、うん、まあ、スタートの時点から両チーム立場が違うわけですから、うん、はい、普段通りとはいかないかもしれないですね。さあ両チーム選手が今これから記念撮影というところになります。このプレーオフのファイナルです。イングランドでは過去このプレーオフ、まあ、やはりイングランドでも下の方のチームが上がってくるという傾向があるんですが、そして今日の審判団です。主審が西村雄一さん、さらには副審が相良徹さんと山口博さん、第4の審判が飯田純平さんです。主審ですが西村雄一さんです。40歳、南アフリカのワールドカップベスト8ジャッジしました。そして決勝は放送したのに入りました。まあ、今日は副審の相良さんもワールドカップ経験者ということで、まさに万全の体制で今日のこの試合をジャッジするという形になります。さあキックオフの時間が近づいてきましたが、七海さんは今日のゲーム、まあ、今日こちら、まあ、大分を率いる田坂監督ですけれども、大分にはどのようなことを期待したいですか。まずやっぱり最初から出てくるのか、それとも最初は自重してねゲームをコントロールするような試合をするのか、はい、まあ、それ見てみたいですし、やっぱり一番期待するのはやっぱり森島のそのシュート力というかね、その決定力もちろんあの前回の試合であったんですけど、はい、シュート1人で9本打ってるんですよね。まあ、それも含めてやっぱりシュートを打つことによって千葉に対してどん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 圧力をかけていく、そういった展開ちょっと見てみたいですよね。そして一方木山監督率いるジェフですけれども、野村さんどんなことを期待しますか。まあ、普通にやれるかどうかですね。普通にいつも通りやれていれば安定感は出せるでしょうからね、ドローでもいいということを考えると、まあ、本当いつも通りできるかどうか、まあ、それにつきますけどね、はい、さあ決勝まもなく笛が吹かれます。どちらが J1 の切符をつかむのか、3枚目の切符大分になるのか、それとも千葉になるのか。両チームのサポーターが大きな歓声を上げています。日本サッカーの聖地国立競技場です。 J1 昇格最後の切符をかけた戦いです。前半は大分トリニータボールで始まります。多くのサポーターが駆けつけました。まあ、九州方面からの、まあ、飛行機そういったものは、ここのところ満席だというふうに聞いています。さあ一方数では多いかジェフのサポーターの背にジェフの選手、さあキックオフの笛が吹かれました。前半は左にエンドブルーのユニフォームが大分トリニータ、そして右から左へと攻めていきます。黄色いシャツにグリーンのショートパンツがデフユナイテッド千葉です。さあスローインからということになります。三平から上げていったボールですが、ここはゴールラインを割っています。ゴールキックです。今シーズン14得点の三平、さらにはこの森島も14得点、そしてプレーオフ準決勝では4得点でした。もう1回爆発するかどうかですね。まあ、4点も取らなくてもいいでしょうけど、はい、1点取れるかどうか、まあ、彼にかかっているところも大きいと思います。じゃあこの長いボールです。細かく村井が下げて、さあ宮澤から縦へのボールになります。ここは竹内の対応です。ここの辺で、ね、大分プレッシャーかけて、うん、高い位置でプレッシャーかけて次のボールを拾えると、はい、
その前回ジェフに大分が勝った時は高い位置から行きたかったんだけれどもちょっとこう行けなかったらですよね、はい、で圧倒的にジェフのゲームだったんですけど、まあ、そのゲームは森島の2得点で、まあ、逆転で勝ったんですけど、うん、田坂監督はその時はまあできれば本来はもっと前から行くつもりだったんだけどという話はまあしてましたね、はい、そういう経験があるってことはそういう展開も想定してるでしょうね、うん、もちろんね、うん、さあここはフリーキックジェフボールです。坂田のファールを取っています。ちょっと肘が藤田に入りました。キックです。兵藤が蹴ります。一番遠いところに藤田がいます。竹内山口も上がっています。さあ藤田が胸トラップ。ここはラインは割っていません。相手に当ててマイボールのスローインということになりました。しました道村で、はい、どうぞ。試合前の大分トリニータ田坂監督のコメントです、はい、千葉は個々の能力が高く攻守のバランスが取れている。相手にとって不足はない。ここまで来れたのは強い気持ちがあったからだ。大分らしいサッカーでバランスの取れた千葉を倒したいという話をしています。バランスの取れた千葉を倒したいという田坂監督です。長いシーズンで考えたらやっぱり戦力的には千葉の方がはるかにこう充実してますから、うん、まあシーズンで考えると7-3で千葉かなという感じはしますけど、一発勝負ですからね。佐藤優斗から縦へのボールになります。米倉には入りませんでした。ちょっと遅れていきましたがそのままプレーオンです。副審は旗を振ってますがここは止めました。接触がありました。村井が倒れています。まあ、大丈夫そうですね、うん、立ち上がりやっぱり大分はちょっとロングボール、まあ、ノーリスクのサッカーにしてますよね、はい、まあ、ラインコントロールはもちろんしてるんですけど、うん、まあ、そのロングボールに対してのサポートもそんなにね早くこうサポートしてるわけじゃなく、はい、セカンドボールを拾えるような位置に確実にいようっていう感じですよね。大分って J2 の、 その全クラブの中でそのパスの本数ってもう本当に少ない方なんですよね、うん、だから基本的に取ったら早く前にっていうことは今のところまあいつも通りやっていて、で大分が良くなるにはきっとこの後長いボール入れられてジェフのボールになってジェフが前に運ぼうとしたところを取る、うん、さあ森島へヘッドで前へ向こうが対応。セカンドボール拾う。これはクリアをしていきます。跳ね返ってきたボール拾います。取ったです。あと高い位置で矢沢マイボールにします、うん、矢沢がドリブルをっていく中では藤田が呼んでいる。ここは右を使っていきました。あと入れ替わるか。さあ米倉持っていってのシュート、うん、まあ、今の大分の選手側から見ると2プレーは2人ともちょっとまだ地に足がついているような感じですね。はい、一方ジェフ千葉木山監督の試合前コメントです。大分は準決勝京都戦もそうだったけど試合の入りから攻守にハイペースだった。決勝もそういう入り方をしてくるのではないだろうか。ただ自分たちも慌てずにミスを減らしていけば大丈夫だと思うし受けに回らないこと、自分たちのペースでどれだけできるかと思う。そして先制点が重要だと話していました。受けに回らず先制点というジェフの木山監督です。経験という意味では、ね、やっぱり千葉の方が圧倒的でしょうし、はい、それから、まあ、先ほど五郎さん言ったように、まあ、戦力的にもそうなんですけど、うん、この国立での経験というのも、ね、はい、やっぱり非常に重要な要素だと思うので、まあ、この観衆、それからこの舞台というのは、ね、うん、千葉の選手がこう楽しめる状況ではあるなと思いますけどね。そうですね、まあ、ジェフでは昨シーズンまでガンバでプレーをしていました山口聡も多くの経験があります。また佐藤優斗もこの地で、ジェフにナビスカップをもたらしました。プレーオフの初戦でも立ち上がりの千葉の選手、特に山口聡とか、まあ、佐藤優斗、兵藤、矢沢あたりがボール触るとそのボールの触り方が落ち着いてるんで、はい、うん、まあ、これはチームとしては落ち着くだろうなっていうふうにやっぱ見えましたよね、はい、落ち着きどころが、ね、たくさんあればあるほど有利になりますからね。さあ矢沢が持っている、持っていく矢沢、矢沢シュート、
狙っていきました。枠を捉えることはできませんでしたが、遠目から狙った矢澤です。まあ、他の選択肢もありましたけど、ね、先ほどの米倉のシュートもそうでしたけど、はい、シュートで打つことがやっぱりどん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 ね、相手に対してプレッシャーになってきますからね。まあ、あとはあれですね、冷静なようにいつも見える矢澤も、はい、ちょっとテンション高いのかもしれないですね。今のも選択肢があるのは分かっていたのかもしれないけど、そこを選択できないっていうところがね。藤田の抜け出しとかね、米倉ファーボスいましたしね。野村さん、はい、そのあたり国立での戦いについて佐藤優斗キャプテンも、うちには聡選手だったり、どうぞ続けてください、はい、山口聡選手だったり兵頭選手とベテランがいるから、その辺は安心材料だと。前日から当日にかけて緊張する選手も出てくるかも。兵頭から中へのボールです。スローインです。どうぞ続けてください。はい、当日にかけて緊張する選手もいるかもしれないけど、わざと冗談を言ったりしてほぐしてあげたいなとは思っていると言っていました。さあ、その国立の舞台、ここはタッチを割ってスローインです。表情は兵頭。渡辺から中に入れます。佐藤健太郎です。横に出して佐藤優斗。スローインジェフ。テクニカルエリア一番前は大分田坂監督です。矢沢から、さあ渡辺クロスが入る。知ってるかな。外で藤田が折り返しますが、ここはキーパーです。野村さん、はい、キーパーのですね、大分トリニータ丹野選手なんですけれども、はい、セレッソ大阪勢からなかなか出場機会に恵まれずに苦労してきた選手なんです、はい。まあ、こういう時のために今までやってきた。キーパーは8割9割が我慢、そういうポジション、いろんな経験もアドバイスも、この一番のため全てを力にして戦いますとね、力強く話してくれました。タンドに関してはリーグ最後の2試合出場、そしてプレーオフ出場、ここ3試合出ています。村井から一度下げる、そして森島からハイボールになる。ここはコーナーキックです。あそこはでもね、高橋俊樹と今マッチアップになったのが、まあ、木島だったですけど、木島じゃなくてもうちょっと高さのある選手だったらミスマッチになって面白かったですね。コーナーキックです。チェジョンハンが蹴ります。ここは森島を使ってきた、うん、森島ここから切り返して左足のシュート。ここはゴールキックです。サインプレーできました大分です。やっぱり乗ってる選手を使おうっていうところですかね。大分セットプレーいろいろ工夫してますよね。中に選手も全員ゴールキーパーの近くにね、5人ともいましたからね今。まあ、大分 J2 では確かセットプレーはもう上から2番目ぐらいなんですよね。セットプレーから取れる。そうですね、セットプレーのいろんな方法もですね、種類もたくさん用意してますので、今日もいろいろと見せてくれるんじゃないでしょうか。佐藤優斗です。縦のボールになる。ここはヘッドで坂田が跳ね返していきます。セットプレーで点取れるのは、まあ、セットプレーの工夫ももちろんあると思いますけど、ゲームの流れの中での空中戦の勝率みたいなのも J2 の中ではまあトップ3ぐらいなんですよね。だからまあ全体的にそのヘディングに対する意識の高さとか、まあ、純粋なヘディングの強さを持った選手が揃ってるということでもあると思いますね、はい。渡辺です。兵頭からですが、ここは矢沢に合いませんでした。開始から10分が経過をしています。まだ両チーム得点ありません。これ野村さん、10分経ちましたけど、大分は結構アクションを起こして守備いってるんじゃないかなと思うんですけど、結構よくやれてる。狙いははっきり分かってますよね、うん。ただまだ一人一人が特にボール触った時に落ち着けてないんで、もうよりいいことができないような感じですかね。ここまでの課題としては奪った後ですよね。この後ですよね。こういうプレーをこう丁寧につなぐことですよね、うん。ここで失うとね、また千葉のペースになってしまいますからね。まあ、落ち着けてない選手がいるかどうかの判断するときはボール持ったときですね、うん。ファーストタッチとかね、うん。先ほど数字が出ていましたが、今シーズンはいずれもアウェイでのゲームが両方とも勝っている、まあ、千葉そして大分1勝ずつという
対戦成績です。ただ通算では大分2勝、千葉が15勝と大きくこれが差があります。引き分けは3つ。さあ木島です。木島いける。木島、竹内がつく。木島逆サイドには森島行く。ここが竹内の対応です。強度に入ります。どれくらい、強度の声がショーマイクに入りました。跳ね返ってきたボールは佐藤優斗から佐藤健太郎を一度下げていきます。いや今の落ち着きですよね。そうです奪った後のね、あの優斗のワンタッチとか、はい、あれで落ち着けることができるんで、まあ、千葉は千葉より後ろはまあ大体こう落ち着いてますよね、うん、ただ先ほどの木島のようなね、ああいったこう抜け出しっていうのがね、一番ビッグチャンスになる可能性がありますね。複数人を経由していくとやっぱりそのおー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 、マイボールにしました。渡辺です。中ではフティタ、さらに米倉が行きます。クロスが入る。米倉がいる。ヘッドクロスバー、コーナーキックです。ここがキーパー触っていたようです。んー、ちょっとヒヤッとしました。ファールをアピールしています。ゴールキーパー丹野です。このシーン、まあ米倉何気にヘディング強いんですよね。強いですね、今の状況ですね。はこの米倉でした。さあそしてコーナーキックです。兵藤が蹴ります。一番遠いところは竹内です。ニアに矢沢、左足兵藤からファイルボールだ。さあ余っているシュート、ここはハンドを要求しますが追いつれない。山口聡のシュートです。あれはでも入れるとこはなんかなかったかもしれないね。確かにね、よっぽど速いシュート上かな。そのぐらいしかコースがないというかね。来、はい、ました山口聡でした。さあ逆に左サイドにボールが出た。さあ仕掛ける木島、マイナスのボール、うん、ここは竹内が対応しました。おさあ入ってきて、森島です。追われてキーパー、キーパーからの長いボール藤田へというところですが、佐賀が対応しています。そしてここに一条半です。村井は繋がらず、佐藤優斗中盤で繋ぎます。宮沢から時田へ、ちょっと合いませんでした。佐藤健太郎、下がってもらう藤田、うん、ワンタッチで矢沢へというところでしたが、ここはタッチ終わっています。野村さん、はい、先ほどヘディングシュートを打った米倉選手なんですけれども、試合に出続けていることで試合体力も戻ってきているし、試合に出続けることでコンビネーションもすごく良くなっている。今は大きな展開になりました。左サイドへ、そして前半から中へのボールですが、ここは流れていきます。非常に長い展開でした。宮沢からのパスでした。水平切り返す、ここは窓を閉じます。矢沢です。矢沢もしっかり分かってましたからね、はい、しかし今いい展開でしたね。そうですね、さあ三木らからここはホイッスルです。フリーキックになります。大分ボールです。ここは村井が蹴りに行くようです。大外に森島です。村井からニアへ、ニア触りました。米倉触ってコーナーキックです。スリッピーなんでね、アイボールも有効ですよね、うんうん、さあコーナーキック、また村井が蹴ります。森島が先ほど逆サイドでやったのと同じようなところにいますけれども、ショートコーナーを使ってきました。さあ木島から一番裏、面白いところ、キーパー出てきた。パンチングです。このセカンドボール宮沢が拾います。
そして一旦左サイドへというふうに持っていきます。さあ地上波仕掛ける縦に持っていってのクロスグラウンダーのボール、ここは藤田が対応しました。そして矢沢です。と後ろから、ここはしかしファールになってカードが出ます。地上波にイエローカードです。非常に調子がいいというチェジョンハン、ただここはイエローカードをもらってしまいました。チェジョンハンもね、この間のゲームの入りは多分全くボールが足につかなくて緊張してるなって感じだったんですよね。今日もワンプレー目そんな風には見えましたけど、はい、やっぱり前回のゲームよりは早く自分をこう取り戻せてるような感じがしますよね。まあ、現代サッカーだと時間が作れるのがサイドなんでね、サイドの選手が早く落ち着いてくれた方がね、やっぱりボールは収まりますよね。特にやっぱり大分は地上半と三平はボール持った時には大事な選手ですからね、まあ、今日のゲームに向けて大分の田崎監督はポイントはサイドの攻防というふうにも話をしました。手前が田崎監督、奥が木山監督です。竹内のクリア、藤田と安川、ここはスローインは千葉です。あ、いや逆になります、大分ボールのスローイン。シーズンは5位で終えた千葉、そして6位で終えた大分、まあ、よって今日90分を終えて引き分けですと、まあ、レギュレーションにより順位が上の千葉が昇格ということになります。結局ゲーム落ち着かせたらやっぱ千葉が、まあ、勝ち上がるってことになると思いますから、大分はもういかに、まあ、前半今からすぐにってことじゃなくてもいいですけど、いかにこう落ち着かないゲームにするかですね。どっかで、ね、そういったアグレッシブな時間帯作りたいですよね。そうですね、まあ、やんちゃなサッカーっていうかね、どっかで、まあ、本当吹っ切れて、いけるっていう時に思い切っていったのが功を奏するようなシーンがいくつか作れれば、スタジアムの雰囲気も含めて空気は絶対変わりますからね。時田から柔らかいボールです。村井は届かない。ここは渡辺が先に触りました。三平、さあ前を向いた木島、もう一度三平、グラウンダーのボール、さあ森島、クリアです。山口聡、やっぱシュートの意識高いですね。中盤で宮澤競ります。時田倒れる、ここはアシスタントレフェリーハンドですかね。ハンド今そうですね、主審からは見えない位置でのハンドでしたから、すぐに副審が旗を上げて、これは先ほどの森島のシュートシーンです。 1-2 ですからね、もう最初からシュート打つって決めてますよね。野村さん、はい、この森島選手なんですけれども、10月28日ホーム福岡戦から履いているスパイクですね、あの三位一体と刻まれているんですけれども、はい、今日のゲームに合わせ大分県民と共に戦うという言葉と感謝という言葉を新たに刺繍してこの決勝に臨んでいます。森島選手の強い思いが感じられます。その思いが得点に結びつくか、まあ、僕、まあ、J2 今シーズン見てて大分見てて、はい、その借金完済がまあ決まった時期、ちょうどそれがジェフとの2試合目のゲーム勝ったゲームの頃だったと思うんですけど、はい、あの頃からサポーターと選手たちとの雰囲気は何か変わったなって感じしましたよね。あ、なるほど、こう決してこじつけではなく本当そんな空気を感じましたよね。まあ、発表がされたのは10月12日ということになりますが、その後2日後14日がそのジェフとのゲームでした。お互いがお互いのためにみたいな、そういうところあるでしょうね。だから、まあ、本当空気がなんかいいんですよね、大分今。さあ一方のジェフは矢沢から兵道、そして渡辺です。渡辺仕掛ける、ここはファールはない、ついていたのは三平です。まあ、今シーズンのジェフの左サイドバックは武田に始まりまして、途中、まあ、守備的に行って坂本を使いました。そしてここのところはずっと渡辺という形です。村さん、はい、その渡辺圭司選手なんですけれども、最初はアピールしなきゃという気持ちが前面に強く出すぎて前がかりになったところもあると、前がかりになりすぎるとホームでの大分戦のようになってしまう、あの試合からバランスがしっかり取れるようになったしと話していましたし、またあの時とは違う自信でピッチに立つと話していました。はい、さあ高橋から縦へのボールです。佐藤優斗が高い位置入っていました。岡
ここは山口の対応になります。そして佐藤健太郎、矢沢が呼んでいます。その矢沢を使う、その後ろ渡辺が追い越していきます。もう一度矢沢、逆サイドに振っていきます。夏にフラレッツから期限付きで入りました高橋、そして竹内です。竹内から長いボールは渡辺、矢沢を経由して一度兵道、もう一度矢沢、ワンツーで兵道、そして渡辺、中には中央に藤田です。もう一枚絡みたいですね、千葉の方ね。佐藤健太郎から矢沢、山口、これが前に運べるようだったら本当にこうジェフはうまくいってるなっていう印象になりますよね。まあこれは終わり方はそんな悪くないですね、はい、矢沢から米倉へというパスでした。野村さん、はい、その矢沢選手なんですけれども、矢沢選手にはジェフを降格させてしまったという思いがあるということなんですよね。でも最後ここまでしっかりたどり着けたし、チームとしてとてもいい時期なので、これに勝って自分たちが力があるのを周りに見せつけたいと意気込んでいました。この矢沢は古巣にこの夏、FC 東京から、完全移籍で